本日はですね、イカれる絵でド M と組むんですよ。これド M ラーメンっていうのとド M 盛り合わせっていうのをいただこうかなと思っています。割と昔ながら系の中華そば系、これあれっすね、ちょっと懐かしい系のラーメンかもしれないです。うまっ、ね、どうも、マックスです。今回は私、ずっと昔から思ってたことをオープニングで話したいと思います。人間というのはですね、右脳と左脳があるように、そう、朝と夜があるように、太陽と月があるように、男と女がいるように、そう S と M があるんですねちなみに僕は表面上は M で、実はド S です。そうなんですか誰と結婚だぞ本当にごめんなさい、マジでここは使ってねはい、というわけで私、長野県は、白馬ですね。白馬駅から徒歩1分かからないかな、もう見えるんですよ、そこにあるんですよ、駅のラーメンお好み焼き定食の、はい、絵画の絵に夢と書いて M さん、こちらにお邪魔させていただいて、本日はですね、こちらメニュー見ていただくと、こうやってまああるじゃないですか、こうラーメンってバーとか、ね、餃子定食だとかこう、ね、肉玉とか、このこれはお好み焼きの鉄板あるんでね、なんですけど、ここ見てください、ここ100馬力界、こちら100馬力界オリジナルでイカれる絵でド M って産むんですよ。これド M カレー、ド M ラーメン、ド M 盛りライスってあるんですよ。まあ、僕は夜は S なんですけど、これド M カレー、ド M ラーメン、ド M 盛り…燃えちゃいますよ。僕は夜に限りド S なんですけど、ここ…あ、ダメ?ダメ?ド M ラーメン、ド M 盛りライスってありまして、で、今回ちょっと特別にこの100馬力界さんにご紹介いただいて、この会の人じゃ食べれないんですよ。特別にご紹介いただき、そしてこちらの M さんにご協力いただいて、今回はこのド M ラーメンっていうのとド M 盛りライスっていうのをいただこうかなと思っております。なんとなくうっすら聞いた感じだと、そこまでのバチコンではないようなこちらをいただいてみたいなと思うマックス鈴木は、ドレスですね。これダメ、これダメ。これ使ったらいいですよね。なんとも言えないですね本日はレッツイーティング2パターンになります。果たして僕の目の前にいるカメラマン兼編集の T さんがどっちを使うのか、両方を使うのか分かりませんが、両方パターンやりたいと思います。それではまず1個目、ド S の方いきます。レッツピシ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 うららピシ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 イーティング、これ皮のムチ。それでは参りたいと思います。レッツねイーティング使わないかもしれない OK ですか、じゃあいただきます。で、これなんですね、ド M ラーメン、うん、ちょっと見た目はなんか普通の醤油ラーメンに辛味のネギ茶でって感じなんですけど、行ってみたいと思います。すっきり系、結構優しい、そんなに醤油のきつさもない、割と昔ながら系の中華そば系ですね。あ、はいはいはい、なんか、ね、はい、メニューのなんかドっていう怒りっていうのは今のところ感じないですうん、これあれっすね、ちょっと懐かしい系のラーメンかもしれないです。食堂のラーメンにちょっと近いかもしれない。あ、はい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 、わかります、わかります。うん、麺とスープは M で、こっちはド S ですね。あ、そっちにド S 要素あるんですか。多分ここで完結してますなんで S と M が、 S と M で、あ、これいいバランスかもしれん、マジで。うん、うまうまこれがド M 盛りライスですよ。これだって多分1人前とかの中華そば用の多分丼じゃないですか。盛り盛り、旅館でも思ったんですけど、米やばいっすね。なんか米めちゃくちゃうまい。
これはパワーつくな。これは100万馬力のパワーつきますね。そんな味がするわ。これ多分なんですけど、ちょっと腹ペコな育ち盛りの人だったら多分食べれると思います。この量は結構モリモリですよね。モリモリ。でも多分これ食べれますよ。味付けは結構シンプルなんで。マジでうめえ。食べたことあるようでない。これは辛っ。これなんでちなみにド M って言うんだろう。ああ確かにね、やっぱ M さんの M にかけてるはかけてきますけど、ド M なんてもうね、そこじゃないですか。あ、分かった。辛いから舌がビリビリくるから辛いよっていう意味ですかね。わかんないけど、ド M のド、怒るのどうだっけ。そう、怒れるって意味ですからね。ちょっと聞いてみます。うん。これ気になるマジで。で、あのこちらの焼き物もあるんでしょうね、お好み焼きとか。で、鉄板の上でも全然食べて、こういう感じでらしいです。あのテーブルだけの席もあるんですけど、こちらでもこういうお食事全然普通みたいですね。うめえな。いいっすね。うまい。これ意外と量あるかもしれない。そうなんですよ、詰まってるんですよね。ね。あ、醤油のスープのいい匂いがここまでもらえてきます、ね。もう昔懐かしいですよ。ちなみに Y さんの、あの、あだ名募集しますので、見た目は僕より下が高いです。180何センチあって、昔はもうなんかモデルさんでしてね、今ロン毛なんですけれども、でこうやってやると僕なんかよりもよっぽど侍っぽいです、正直ルックス。まあ、平たく言うとすげえモテそうだなって雰囲気でしょ。で、おしゃれ。ゴリちゃんはもうゴリちゃんですね。僕の動画考えてください。僕含め、あのクルーみんなね、結構体格いいんですよ、背がでかくて。マックスさんも、ワイさんも、僕も全員180超えてますから、ね、え、ゴリちゃんいくつなんですか、身長。81っす。あ、一緒だ。そうなんですよ。一緒や。みんな硬いです。ゴリちゃんはあれですよ、あのセダンで、あのフロントガラスの中のところにここにモフモフ吹いてブーンって、これ今お願いしますよ、ブーンって、あ、ブーブーブーン、うーんっていうのが好きな人です。あとお兄ちゃんも欠かせないです。ね、乗ってきたでしょ。説明しよう。おっ、ワイさんが、天の声ワイさんが。実は、はい、M さん一度火事にあって、お店で払って、それを再建するときに力を貸してくれたのが100万機械の方々で、そういうストーリーがあるんです。なるほど。だから白馬のいろんな社長さんたちが集まって作ってるのが100馬力機械で、うわぁ、お店を再建するっていうことで、そのときに力を貸していただいた人たち用のメニューでこれを作ったの。で、なぜ怒りかっていうと、超いいストーリー。はい、その中のメンバーの男性がつけたので、理由は分かりません。そこないんだ。あ、そうなんですね。でもめちゃめちゃいいお話じゃないですか。うん、以上です。ありがとうございます。100馬力機械の皆様の力があって再建にこぎつけることができた。お力添えもありで。やっぱり、助け合いなんだな。うん、ちなみにあのゴリちゃんは
鬼パリピでございますんで。鬼パリピでございますんで、はい。なんで3回目に向かって言ってるの？なんか俺さっきからずっと、もうずっと思ってたこと言っていいですか？いいです。 Y さんの表現が難しい。あ、分かるっす。ちょっとね、どういう、だからゴリちゃんもゴリちゃんじゃないですか。だから Y さんはちょっと分かんないんですよ。まあ、もっと平たく言うと代表なんです、この侍の。そうっすね。あの社会的な意味で、うん、あ、分かりました。あの、ワイさん の、 あの特徴としては、あのね、本当にマジでごめんなさいね、言い方語弊があるかもしれないけど、遊び心満点なあの大人なんで、もうもっと平たく言うと、もうクソガキな感じでしょ。ノリはノリは確かに、確かになので、すごいフィーリングが合うんですよ。ただむちゃくちゃイケメン、むちゃくちゃイケメン、あれ要素が多いのかもしれない。うん、要素めっちゃ多い。一言で言うのは難しいというか。あと大食い早食いが大好き。ああ、確かに。そのこのサムライチャンネルはここから始まってるんでね、この Y さんと僕との出会いから全てが始まってますね。ニックネーム募集しますんで、よろしくお願いします。本当にコメント欄でも何でもお願いします。なんか、はい、バカボンド、うんうん、にできそうな人ですね。僕バカボンド読んだことないですか？あのスラムダン書いてる。あ、スラムダン書いてます、ね、ザ・サムライみたいな。うん、本当出てきそうな感じの人。なんかね、アメ車欲しくて買いに行ったらそこで働いてそうな感じ。完全に俺の偏見ですよ。あ、でも分かるかもしれない。なんかノリで、あ、ここで働いていいですかみたいな。そう、なんか働いてそうな感じで、しなさいやみたいな。あ、働いとうやみたいな。アメリカな感じ。楽しみだな、どんなコメント来るのかな。本当はもっといっぱいいたことあるんですけど、承知上により言えません。ほぼ、はい、ほぼピース。ほぼピース。たぶんマックスさん、どうせピーなことしか言わない。いいですか、このチャンネルは健全なチャンネルですからね。説得力ねえな。ちなみに僕はド S です。はい、夜は。これ大丈夫かな、このチャンネル、本当に。まあ、多分大丈夫ないですけど、大丈夫ですか。大丈夫ないけど、大丈夫。で、はい、100馬力屋の方、これを来店された時に召し上がる方もいらっしゃるわけですよね。結構量あるね。食べ進めると分かる。スープの下のがっつり。ということは、100馬力界の皆様は懐も胃袋も心も全部大きいってことですね。うまいこと言いますね。はい。いやでも素敵だわな、そのストーリーは。うん、本当に助け合いですね。助け合い。でも名前をつけたのは完全に乗りですよ。どうなんでしょうね、もしかしたらなんかあるかもしれない。いや、噂によると兄貴らしいです。ほい。兄貴、兄貴みたいです。つけたのは。
兄貴100馬力回なんですか。そうです。これはもうちょっと編集でカットするかどうかわかんないですけど、兄貴って方がいらっしゃるんですよ。マジで兄貴なんですよすごいっすよ、マジで。もうマジで兄貴っす。マジで兄貴っす。男気あふれるというか、ちょっと男気あふれる。いろんなお料理だったり、食材のご手配等々もしてくださったりと、もうどんなことがあっても兄貴がいれば大丈夫みたいな、そういうオーラを持ってる方ですよね。本当に兄貴って感じ。あ、すいません、あの、俺流というか、うん、そんななんか変なあれじゃなくて、よっしゃい、これいっちゃおうかな。あ、でもかなり減ってきましたね。はい、麺は多分ほぼほぼ、いや、この辛ネギチャーシューうまいな。バランスが取れてますよね、やっぱすごい素朴なというかシンプルな中華そばにラーメンに。よかった、それ正直今バランス取れてますねの時に S と M の話が出てくるかなと思考が完全に汚染されておりました。ゴリちゃん、どうした？ゴリちゃん、どうした？ゴリちゃん、白馬の気候がそうさせてるのかな。あ、それはありますね。で、ゴリちゃん、はい、山並さん以前撮らせていただいたトマホークの、あー、トマホーク、はいはい、ガーリックライスの山並さんで、あのみんなに、何気になる気になる気になる。ちょっとこれ今の絶対カットしないでくださいね。僕のね、今ねリアルなリアクションがね、はい、すごい、あの何ですか、あの猫につままれたヘビだ、なんだっけなんかあるじゃないですか、カエルにつままれたヘビでしょ、なんかあるじゃないですか。カエルにつままれたヘビはやべえ、ヘビににらまれたカエル、うん、みたいな感じだったと思うんですよ、僕多分何が起こったのか、分かんねえやばー、 Y さんぶっ込んできたわ、マジで本当に。ありがとうございます、こちらに。はい、あ、すいません、ありがとうございます。一応じゃあちょっとスープ飲むかもしれないんで、とりあえず一旦これで、そうですね、ここからはネギチャーシュー丼と向き合いたいと思います。あ、そっちなんだ、カメラ、うお、はい今日大丈夫ですか、僕ふざけすぎじゃないですか。あ、大丈夫です、いつも通りです。大丈夫ですか。通常です。通常運転なんだ。全然通常運転です。んーん、美味しいっすよ、絶対美味しいっすよ、それその量でもまあまあありますよね。え、ちなみにあのお話できる範囲でいいんですけど、ゴリちゃんってあのどこ出身なんですか。僕富山です。富山です。富山近いですよ。北陸です。です富山ってあの氷見の寒ぶりとか、あー美味しい、アメリカの方のあのホタルイカとか有名なところですよ、白エビとか。そう白エビバーガーとか有名で、昔ちょっとね、富山行ったことあって。あ、本当ですか。あそこ、まあ、魚介と米はうまいっすね。やっぱり海鮮いいですか。美味しいっすね、新潟に負けますけど。え、僕、はいはい、富山行ってびっくりしたのが、お米がマジでうまかったんですよ。美味しいですよね、米。やっぱ美味しいですか。うん、デフォルトで美味しいです。うちの家庭、おばあちゃんが畑やってて、で米も作ってたんですけど、そこも普通に美味しかったです。あれ一回聞いたことあるんですけど、その土地で採れたお米はその土地の水で炊くのがいいって聞いたんですけど、やっぱそれ美味しいですか。あー、でもあるかもしれないですね。
もちろんその去年の米とかあの保存が効くやつとかあるんですけど、うん、やっぱりこう取れたてっていうんですか、うん、それをその年の水で食べるとやっぱり美味しいですね。なんか記念事とか結構そういう風に食べます。いつか侍でも行きたいですね。うん、塩入りバーガーとか美味しいですよ。行きたいな。個人的には寒ぶりも行きたい。寒ぶりは間違いないです。あと昆布締めってご存知ですか。昆布締めですか。ヒラメの昆布締めとかな。あ、そうそうそう、まあ、イメージで言うと昆布に、まあ、刺身を昆布でバーガーしたみたいな、うん、でそれを、まあ、あの醤油とかにつけてで、まあ、ご飯として食べたりとか、すごいこう昆布の、まあ、香りとあとちょっと納豆のみたいなネバネバというか、うーん、すごいご飯進みますよ、あれは。割とポピュラーですか。メジャーに食べられてる。全然メジャーっす。昆布締めは昆布締め、昆布を締めるとかで昆布締めです。うーん、もしかしたら視聴者の方でも、ね、していらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないです、ね、うーん、ぜひコメントのお願いします。あ、やっぱすぐ行きますね。ごめんなさいね、すいません、ちょっとやりたかったことやりますもん。ごめんなさいね。良きですね。もうね、もうダメなんですわ。それで囲むと超美味しいっすよね。ね、たまんないですよね。基本的に僕はもう偽れないんで、やりたいと思ってやりたいんで、もうやっちゃいます。どうすか。え？あ、キョクトさん。ネギのシャキシャキってした音がここまで聞こえてすげえ心地いいんですよね。めっちゃうまいっすね。ちょっとだけネギ切ってるところをたまたま見れたんですよ。お母さんが来てるところシーン見れて、はい、めちゃめちゃなんかね、なよどみもなくバババババババって切ってて、この厚みじゃないですか。この完璧ですね、うん、程よい歯ごたえとあの辛みとなんか残りつつ、でも黒さまでは残らないけど、この厚み、うん、熟練の技というか。本当だったら僕ネギ好きなんで。そうだよ、マックスのネギ大好きですよね。うん、野菜の中トップ3に入りますね。他の2つは何ですか。ナスと、はぁ、なるほど、ナスと、1個は分かんないです。いや、トップ2でいいです。なんでトップ3にしたんですか。分かんないけど、うん、大好き。ナスですね、漬物にしても美味しいですし、天ぷらにしても美味しいし。うん、キュウリかな。あ、キュウリ入りました、今。うん、遊びぶりかけ。ちょっとおつゆにぶっかけちゃってあれなんですけど。はい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 。あったの、ちょっとせっかくだからちょっとだけ欲張って。やっぱ長野といえばね、わさびも有名だから。わさび有名ですね。エビバリワッサ。それワッサっす。B がないです。お、なんでね。僕はこういう乗り方、これあのゴリちゃんの影響もかなりありますから、ね、あ、僕ですか。え、何言ってるんですか。当たり前じゃないですか。これです。だってお水を、はい、みんなにお水飲みたい人いますって言った時に、お水欲しい人プチャ変座っていませんよ誰も。本当にあ、これですか。すごすぎですよ、本当にもう何も考えず発言しましたよ。もうそういうなんか前面いるかなね、そっちは半額で。今日よく喋ったな。でも喋りつつもスピード全然変わらなかったですね。うまいっす。サラサラ入っちゃう。
でもあの僕結構素でさっきのこの百馬力さん、百馬力会さんのお話結構ジーンときて、結構そういう話好きなんですよ。なんかこう僕もこの百馬力会さんがだけは食べれるこのド M シリーズ食べて、少しでもこの M さんに百馬力さんがこう困ってる人がいたら助けれるようなちょっと広い心の持ち主になりたいなと結構素で感じましたね。そんな思いにさせてくれたこのラーメンと僕はライスでした。ありがとうございました。